今回ご案内するのは、読売新聞ビル内にある社員向けの図書室とリフレッシュスペースです。読売新聞日曜版で連載中の漫画ネコピッチャーの主人公みーたろうが、読売新聞アンバサダーとして皆さんと一緒に社内を見学します。みーたろう、今日は随分静かなところを歩いていますね。ここは、なるほど、図書室なんですね。こちらは図書室担当の甲斐さんです。こんにちは。こんにちは、新太郎、よく来てくれたね。ここ読売新聞社用の図書室にはおよそ6万冊の本があります。本だけでなく、昔の新聞や雑誌の切り抜き、記者が撮影した写真もあります。人物や出来事などに分けてきちんと整理されています。なぜ新聞社に図書室があるんですか？新聞にはたくさんの読者がいます。もし記事が間違えていたら大変ですよね。特に昔の情報や記録はネットでも見つからないことがあります。ですから記者が下調べをしたり原稿を作ったりするときに図書室を使うこともあります。こちらには昔の読売新聞のコピーもあるんですよ。一番古い創刊号のコピーもあります。明治7年、時代を感じますね。何ページもある今の新聞と違って1枚だけの新聞なんですね。さっきからみーたろうが見当たらないのですが、どこに行ったのでしょう？みーたろう、お疲れのようですね。社内の各フロアにはリフレッシュスペースがあります。社員がお昼のお弁当を食べたり一息ついたりしています。気分転換は大切ですからね。みーたろうはお昼寝するようなので、今回はこの辺で。次の動画ではいよいよ新聞社の中枢編集局をご案内します。